この池の波紋は何とも心地が良いの。まるでわしの心の響きのようじゃ。3回目のお話は、極楽転身の、まあ、ちょっと転機になったことをお話ししようと思います。東京美術学校の2代目の校長になって、まあ、バリバリ美術教育をですね、進めていった話を自ら語ったりしてですね、東京美術学校を進めていったんですが、やっぱりちょっと強引なところがね、彼にはありまして、伝統美術しか扱わないっていうところもそうだったんですが、例えばこちらに、開校時、東京美術学校が始まった時の、ユニフォームですね、があるんですけども、まあ、ほとんど着物を着ない我々から見れば、着物とこの、制服が、どう違うかもよくわからない かもしれないんですが、実はこちら奈良時代の役人の服装をですね、まあ、真似て作ったというもので、当時着物を着て、暮らしていた人々からすると、かなりこう異様だったらしいんですね。だから、生徒たちは、ちょっとこれ着るのかっこ悪いって思って、校門までね、普通の着物を着ていて、そこでこの制服に着替えたなんていう話も残ってます。まあ、これは一つの例ですけども、ちょっとそうやって強引にですね、自分のこう道をこう進んでいった、そういう経営をしてたもんですから、やっぱり反対する人が出てきまして、さらに、ちょっとその、天心自身ですね、まあ、お酒は飲む、タバコは吸う、それから、奥さんはいるんだけれども、一生涯、恋大きい人生で、ちょっとその頃、道ならぬ恋みたいなことがあって、そんなことをですね、こう、暴露される、怪文書みたいなものが、出されちゃったりして、東京美術学校に、こう、いられなくなっちゃうんですね。それで、まあ、任期をね、追われて、しまうんですけども、そうすると、弟子たち、あるいは、弟子たちが、もう学校の先生になってました。先生たちで、天心にこう、やっぱり、非常にこう、尊敬をしていた、生徒たち、あるいは、教授たちは、そんなのおかしいということで、美術学校を辞めて天心についていくという人たちも現れてきます。そんなもんですから天心はそういう、まあ、弟子たち、仲間たちをですね、引き連れて、それじゃあ一つ、東京美術学校を例えば、大学だと例えれば、大学を出てからですね、さらに勉強する、あるいは研究する、そういう期間が必要だろうということを思いつきまして、日本美術院という、まあ、組織を作るんですね。これはだから、大学に対する大学院のような役割を果たすところで、まあ、学校というよりは研究機関ですね。それで、画家たちに研究をさせて、まあ、東京美術学校でもそうでしたけれども、新案といいましょうか、新しい時代にふさわしい美術を作っていくということを、まあ、一生懸命研究させたんですね。それで、まあ、まあ、新しい道を開こうとして、まあ、行政のところからは、まあ、在野のに下ったわけですけども、そこでも新たな活動を開始したということです。こちらの美術館では、日本美術院ができたときに、天心自身が、まあ、作ったという、日本美術の印鑑というのがありまして、これが、展示されています。これはなかなか威勢のいい、詩なので、ちょっと引用しますね。谷中鶯、初音の血に染む勾配か、堂々男子は死んでもよい。気骨故郷骨、快楽栄子は何のその、堂々男子は死んでもよいと。これ大観の書による、まあ、印鑑が書かれています。これも
面白いものなので、ぜひ、こちらに、いらした時には見ていただきたいなというものでございます。それで、じゃあ、日本美術にはどんな活動をしていったかっていうと、まあ、天津のここで、まあ、指導力が発揮されていくわけですね。で、どういうふうに指導していったかっていうと、まあ、本人は、画家ではないですから、技術指導なんかするわけじゃないですね。ただ、こういう感じでね、新しい課題をこう与えていくわけです。で、画家たちに考えさせて、自分たちで、それの答えを見つけていく。天津自身が答えを持っているわけじゃなくて、考えさせるという、まあ、方針でやってたんですね。で、その中でも特に、まあ、画家たちに非常にこう、興味を持たれたのが、光や空気を描けないかっていうことを言い出すんですね。西洋美術には結構光や空気を表現するものがあるというのは、まあ、天津当然、知っていましたから、それをまあ日本美術でもできないかと。日本美術の中にはどうもそれがないということで、こうまあ、課題を提示したわけですね。で、これに、反応した、まあ、大観、春草らはですね、そういった、空気の表現、つまり見えないものを見えるようにする工夫というのを始めるわけです。で、ただなかなかこれがいかんせんうまくいかない。やってみると、なんかこうぼんやりしていて、見てる方が何を描いてるのかよくわからんという、まあ、評判になってしまってですね、まあ特に、批評家の間では、不評だったわけですね。それで、ぼんやりして、朦朧としてなんかよくわからんということで、朦朧派とか、朦朧、一派とかいうふうに言われるようになってしまって、だんだんこう、美術院の活動がこう低迷していくということになります。不評を買うというのは、当時その美術院の経営っていうのは、作品を売って、そのお金で、まあ、経営を成り立たせていたというところがありますから、評判が悪くなると作品が売れずに、院の活動ができないということで、だんだん経営が傾いていってしまうというところがあったようです。ただ、現在からその朦朧派、朦朧体というものをですね、作品を、残された作品を見てみると、そんなに不評を買うっていうほどではないんじゃないかなと思う作品も結構ありまして、今回はそういった作品をいくつかご紹介してみようと思います。それから、この天津記念室では、こういった天津に関する資料を展示しまして、天津の生涯あるいは業績を検証するようにご覧いただいているんですが、同時に天津の弟子たちですね、その横山大観、志田春草、下村寛山、木村武山といった主要な弟子たちの日本画の作品もご覧いただこうということで、常設展示の、つまり美術作品の公開をするコーナーも作っております。そちらもご覧いただきこうというふうに思っております。3回目のお話はこのぐらいにいたします。朦朧体って何でしょうか？それは批評家たちが名付けた批判の言葉です。ぼんやりと朦朧としていて何を描いているのかよくわからない。だから朦朧体。しかし本当に朦朧としてなんだかわからない絵だったのでしょうか。実際の作品を見てみましょう。まずは天津の弟子で天才肌だった菱田春草の作品です。この春草の芝船という作品を見てみましょう。この作品は霞で確かにぼんやりとしていますが、芝を運ぶ船の姿はよくわかりますね。これは批判には当たらないんじゃないでしょうか。しかしこの作品をよく見てみると、この船には輪郭線が描かれていないのがわかると思います。
天心が光や空気を描けないかと提案したとき、春草がまず試みたのはこの輪郭線を省くということだったようです。確かに日本画には輪郭線がつきものでした。ですが水墨画という日本画の一つには輪郭線のない作品もありました。こちらも同じ春草による気量という作品です。こちらの絵は墨一色で描かれていますが、輪郭線は描かれていません。ですが、霧に霞む木々の風情はよくわかりますね。水墨画ではこうした表現は昔からありました。でも、色彩のある絵ではなかったようです。こちらも同じ春草による秋霜、秋の宵という作品です。この絵でも輪郭線はぼんやりとしています。しかも、ここには色彩が使われています。春草は、色彩を使っても水墨画のように輪郭を使わずに描いて、空気の感じを描けるのじゃないかと考えたのじゃないでしょうか。今度は、春草の親友、横山大観の、作品です。やっぱり輪郭線はぼんやりしていますね。そして色彩は使われています。ですが雨の降る湿った空気の感じはよく伝わってきます。こちらも横山大観による春暑春夜という大きな作品です。やっぱりこの絵も全体はぼんやりしていて、輪郭線のあり場所もわかりません。でも春や秋の空気の感じはよく伝わるんじゃないでしょうか。右の春暑、春の明け物という方、作品の方を拡大してみます。ぼんやりしていますが、春の感じは本当によく伝わります。この絵ってフランス印象派の名前の元となったモネが描く印象日の出という作品によく似ていないでしょうか。こちらは秋の 夜の方ですね。天心が示した空気や光を描けないかという課題に大観や春草たちは一つの答えを見つけていたのかもしれません。最初はなかなかうまくいかず評判が悪かったようですが、このように朦朧としていながら素晴らしい雰囲気、空気や光の感じを描く作品が生み出されていた。それが朦朧体だったと言えるんだと思います。とはいうものの、朦朧体で不評を買ってしまった日本美術院はほとんど開店休業状態に陥っていました。肝心の天心も恋の悩みで闇の中に沈んでいます。さらに彼らの朦朧体はある種のテーマに限られていましたから、新たな展開も必要でした。初期日本美術院と朦朧体のお話はこれぐらいにしたいと思います。天心記念室の作品展示コーナーをご覧になっていただきながら、今回第3巻目の天心記念室散歩は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
威勢よく始めた日本美術院じゃったが、なかなか思うようにならず、この頃のわしは人里離れた土地にでも引っ込む気になっておったものじゃ。しかし人生とは不思議なもので、そんなわしに思いもよらぬ展開が待っておった。次の話はそんなところからじゃな。